お腹気になるけど腹筋は辛い。朝起きたらお腹パンパン。食後もすんごい出る。でも運動は苦手。そういった方でも簡単にできるクイックアブスを紹介します。今回のメニューは1種目30秒なのに腹筋90回分の効果があります。縦横斜め3種目行いますんで1分半で270回分の腹筋効果があります。正直腹筋よりもめちゃくちゃお腹引っ込みます。なぜかっていうと体幹が鍛えられて息吐きながら動くんで腹横筋が鍛えられる。お腹に力が入ってる時間が腹筋運動よりも長いので日常的にお腹をへこませる姿勢を作ることができます。膝立ちになります。手を後ろに向けて手を振りながら体を振る。手と腰を前後に動かすイメージです。息を長く吐きながら小刻みに動いてください。頑張っていきましょう。マイペースでいいです。お腹に少し力を入れたまま手を振る。手で後ろにタッチする感じ。これ結構腹筋使ってますからね。うおー、マジで きついこれは。 OK。 今度は手を横に流して手を横に振る。ウエストをひねる感じ。うわー、すでに腹筋に来てる。うおー、しっかりウエストひねって。うわー、もう180回腹筋やってますからね。今度は横、手を伸ばす感じ。横に揺らしながらウエスト作りましょう。揺れるだけ。左に揺れて、もうすごい体幹がね、力入ってますからね。うおー、くる、動きが分からなくなってくる。 OK。よっしゃ、2セット目いきましょう。前後、よっしゃ、うん、うん、うん、このね、体幹と腹筋が弱ってくると動きがね、分かんなくなってくるんで、それが効いている証拠。うまくね、リズムよくできてるんですよ。疲れてないからね、まだ疲れてくるとね、動きが分かんなくなる。動きが分かんない。すでにもうウエストが引き締まってきてる。ここ頭の中真っ白にして、疲れてないよ、疲れてること忘れて、集中。どんどんくびれてきてるよ。お腹がどんどんへこんできてるよ。バランス取れてきた。OK。 今度は横、よっしゃ、頑張っていこう。結構むずいね、やっぱりね、横弱い証拠でしたからね。体重をね、右左って変える感じ、ね、しっかりね、体幹を意識して。オッケー、よっしゃ、今度は寝ましょう。起き上がってね、手を振る。今度はね、しっかり腹筋を使っていきましょう。
で。うわ。頑張って。うわ。効いてきてる。ラスト。足開いて起きて。振る。棒持ってね、振る感じ。うおうおうおお、みんな頑張って。効いてる効いてる。うおお、おかしくなってきた。これはやばい。3種目2セット行うことで540回の腹筋効果がありました。さらにもう2種目おまけで行いましたんで、合計630回腹筋効果があります。毎日続けてお腹引き締めましょう。やった人はグッドボタンとコメントで教えてください。